通常の一分間どうぞ。まあ誰かに似てるタイリーって言います。よろしくお願いします。まあ僕は特に有名になりたいなとかそういう気持ちはあんまりないんですけど、正直。まあただなんつうんですかね、まあ僕地元福岡なんですけど、ネタ、まあ、クラウドチェイスってなんて言ったらいいんだろうな、バズりたいことだけが目的のためにラップしてる子とかちょっといけすかないんで、まあ僕はもうラップやりに来たんで、喧嘩とかじゃなく盛り上げるとかではなく普通にラップをやりに来たんで、まあ、ラップできない子は僕とはやらない方がいいのかなっていうことだけ伝えておきます。以上でいいですかね。はい、完璧です。ありがとうございます。ラップいいぜ。いい戦いに入ってたら視聴者喜ぶんですよ。はいはい。ってことは、はい、出しましょう。はい、俺喜ばせたくて来たんで。はい、じゃあ、はい、はい、これ行くらしいですね。はい、じゃあ行くしかない。はい、はい、こういうのができるのがね、僕のポジションかな。いいね、頑張れてこっち。ああ、はあ、はあ、はあ、できるかな。じゃあじゃんけんお願いします。先攻後攻の後攻。じゃあ先攻が水崎くんで、後攻がフロム君。あ、タイリー、タイリー、すいません。じゃあ先攻が水崎くんで、後攻タイリー君でお願いします。いいですか、うん、なんて言う。水崎で。水崎、はい、先攻。 あ、じゃあ僕が、はい、先攻どっちですか。じゃあ先攻水崎くん、後攻タイリー、発射する2本。ああ、せーの。いや、気づいたらいきなり言葉に立ってしまった。それでも俺はラッパーじゃなくてもやれるのが本気でマジだから。いやいや、 MC チャイリー、今日初めまして、炎上マブク出てくる、どうもありがとう。でも今日君はその敗退になるような感じ、気づいたら自分で鏡見てるような。いや、だんまり決め込んでるね、なんかアピールしてると。バスケマイメンかましてやるぜ、お前のハートに響かせてやる。あみさき大事、相手愛するタイリー、どっちの方が飛び外さないタイミング。やっぱり最後に勝つのは私っていうか、チェケラ止まんねえよな、まだ言葉出すしかねえこと。バッバッ10倍にマイクの使い方なんて、まるでもライカコンティローム、はい、遅すぎるパンチの目に繊細、軽く避けちゃう経験は止まんねえ、またぶち上げんと、また俺一人レベルアップ、まだ自己紹介なんかで色物たちはわちゃわちゃ言うけど、結局ラッパースキルが証明、ここは MC バトル、お笑いの場所じゃねえ。イエーイ、終了。めっちゃいい。めっちゃいい試合。器用やね、あいつやった。あいつって言うな、あいつって先輩やお前。さあ、それでは判定お願いします。どっちが勝った方に手を挙げてください。先攻水崎君が勝ったと思う方。高校タイリーが勝ったのかな。勝者水崎君。やばい、大きな拍手を。すごい、最高。じゃあこの瞬間水崎君明日決定ってことで。そう、決定。そうっす。しかもどっちも出た人初めてなんじゃないですか。本戦、はい、本戦決定おめでとうございます。